皆さん、こんにちは。これより行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義一般知識編第1回行っていきます。よろしくお願いします。はい、えー。全20回の講義なんですが、今回と次回で全て終了ということになります。あと少し一緒に頑張っていきましょう。はい。で今回からは一般知識の対策ということで、えー、今回はね、こう、まず、 一般知識に関してのまあ基本ですね。どんなものが問われるのか、対策はどうすべきかを話していきます。次回の最終回が個人情報保護法ですね。実はこの個人情報保護法が皆さんが受ける二千二十二年からが改正された法律で出題されますというところになるので、その点も踏まえてお話をしていきたいと思います。はい、ではまず一般知識のこう科目の配点を見ていきたいんですが、一般知識 卓一式14問です配点割合が18.7なので、実は憲法ですとか、商、ま、法、あ、会社法と比べても、ウェイトが高いんですね。なかなかに侮れない科目だということが1点。そして、何よりも、この択一式14問のうち、えー、6問ね、6問以上は正解しないといけません。 6問以上は正解する必要ありということです。逆に5問にとどまってしまうと、法令科目が満点でも、この試験合格できないんですよ。足切りというものがありますから、6問は最低取ってほしいと。で、6問というのは、一般知識の全体の40%なので、そこまで難しいとは思いません。ただ、全く対策をしなければ、 やはり届かない可能性もありますから、しっかりと対策はしていただきたいと。そしてさらに、ここ,こで得点ができると、法令科目、少し、えー、っと伸び悩んだとしても挽回できますからね、その点も踏まえて、しっかり頑張っていただきたいと思います、はい。そしてより具体的に一般知識の特徴と学習法を見ていきますが、えー、まず目標正答数は14問中8問ぐらいかなと思います。まあ、できれば 9問、10問といきたいんですけども、難しい年もありますので、8問ぐらいが目安です。で、どんなものが問われるかというと、まず政治経済社会ですね。これがまた幅が広いんです。この政治経済社会は、古典的なものから自治的なものが出てきます。例えば政治でいうと、古典的なものは日本の衆議院の、まあ、 あの議員の選挙のシステムとかね、いうものが出たりします。あとは日本の省庁がどんなものがありますかとかいうものが出てきます。で、時事的なものだというと、まあ、最近のコロナ対策の話とかが出てくるということですね。で、経済に関しても、時事的なもので言うならば、国家予算がいくらですかとかね、あの日本の最大の貿易相手国はどこですかとかいうものが出てきます。で社会に関しても 昨今の女性の活躍の話ですとか、外国人の労働問題ですとか、いろんなものが出てきます。なので、思った以上に範囲が広くて対策しづらいのが政治経済社会ということです。そして、情報通信ですね。用語と書いてますが、まあ、情報通信の IT 用語ですとか、あとは個人情報保護法が出題されます。 特に個人情報保護法は法律なので、ちゃんと範囲がしっかり決まっているわけです。なので、この個人情報保護法をしっかり固めて、得点源にすることが非常に大切ですね。あと、ここには挙げてませんが、あの文章理解もあります。文章理解。はい。まあ、長文読解みたいなものもありますね。文章理解。これが3問ぐらい出ますので、これもテクニックをしっかり使えば得点できますけども、まあ、文章理解もありますと。 というところです、す、はい、もちろん知識をしっかり入れていかないと解けない問題もありますが、どれだけ勉強しても、知らないものって一般知識は出てきます。で、その時に、知らないから答えることができないぞではもったいないんですね。なので、えっと今日お伝えしておきたいのは、えー、知らない知識が出てきたらと。 自分が持ってない知識から、出題があったらどうするか。はい。これね、現場思考っていう言い方を僕はしています。現場思考ね。現場で考えてくれと。まあ、テクニックでもいいんですが、現場思考です。つまり、これ一つだけ選択肢おかしいんじゃないかって見抜ける嗅覚ですね。はい。それを身につけていただきたいと思います。 例えば、1問ご紹介しますけども、失礼、はいえー。2015年に出た問題です。2015年に出た問題です。で、テーマは空き家です。テーマは空き家。で、今でこそ空き家の問題ってクローズアップされてますが、2015年出題当時はそこまででもないですよね。だから、一般受験生が空き家の知識を持って本試験に行くことは基本ないんですよ。 その中で皆さんはどう立ち向かっていくかという話なんですね。見てみると、空き家に関する法律は空き家特措法というのがありますよと。うん、ただ、ここで空き家の定義が居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のこと、いやこれ勉強してないとわからないので、丸か×か振らなきゃいけないと、この問題は妥当なものを選ぶので丸を選ぶんですが、分からないよねっていう。 なると、2番3番も同じように勉強してないから分かんないんですよ。当時ね。でそうすると、この問題解けないんじゃないかなという話になりながらも、選択肢4番です。はい。自治体の中には、空き家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取り組みを行っている例があると。自治体の中には、行っている例がある。ね。この、 例があるっていう言葉なんですよ。自治体っていうと、例えば全国の市町村が1718あります。プラス都道府県47ですから、まあ1760ぐらいは自治体があります。だったらどこかにやってる例はありそうだよねっていうね。もちろん皆さんがお住まいの市がやってれば、 まあ当日この問題は解けたかもしれませんが、そうじゃなくても、行っている例があるかと聞かれたら、どっかではやってますよねっていう、はい、形なんですね。なので、ここに関しては、丸なんじゃないかなってことです。丸なんじゃないかなってことです。はい。で、4番が正解ってことで、これはまあ現場思考で考える問題なんですね。 意外にこういった問題も多いですから、あの知識だけではないということは頭の中にしっかりと入れていただきたいと思います。ただ、反面どうしても知識ないと解けない問題も来ますので、はい、あの、政治、経済、社会に関しての知識問題は、しっかり取説のテキストに上げてますので、まあ、そこをしっかりと確認していただければと思います。はい、よろしいでしょうか。 はい、ということになってまいりますので、えー。まあ、今回は以上ですね。次回、最終回が個人情報保護法について見ていきたいと思いますので、あと1回最後までよろしくお願いします。今日は以上となります。お疲れ様でした。